無事故ゲストハウスプルトの女将をしています長野さくらと言います。プルトは築70年くらい前の昔の旅館をリノベーションして作ったゲストハウスで、1階は喫茶になっていて、2階は客室で、3階はお土産コーナーで、無事故の作家さんの一点物を並べていたり、プルトグッズを販売したりしてます。無事故の魅力は人がすっごく優しくて気さくなのも特に無事故の人たちの魅力だと思うんですけど、いろんな人と話してもらうことでそれもきっとよくわかると思います。そうですね、積極的に街に繰り出してもらって、やっぱり路地裏とかお店とかいろんなところに行っていろんな人と話してもらって、そこで出会えるものとか人を大切にしていってくださる方、ぜひ来てもらいたいなと思います。宿泊施設、ゲストハウスと、あとはキッチン&スペース、こういったところでキッチンと、スペースをシェアできるような、サービスを、提供しています。モノレールの旦過駅からだと徒歩 2,3 分ですね。で、小倉駅からだと徒歩10分程度になります。旦過テーブルの魅力、やっぱ人のつながりが生まれる場所なので、こう例えば県外から来た人、がこうフラッと来てもすぐにここに集まっている人たち、地元民の人たち、常連さんたちとすぐつながれて、出会った時間とかは関係なく本当にこう親密な関係が築けるような場所になってます。一番はやっぱ美味しいものが安いっていう、飲食店もたくさんあるので、やっぱ代表的なのは立ち飲み屋が多いので、まあ、そういったとこでも地元民とコミュニケーションとかも取れる場なので、もう本当に街を知っていただくにはそういった立ち飲み屋とか行ってもらえると、こう街の雰囲気っていうのが味わえるんじゃないかなと思います。ここを旦過テーブルに来ていただけると、その街の人のとの接点、まあ、交流の場にもなっているので、まあ、もちろんスタッフもそこにはちゃんと介入して街の人への案内っていうのも積極的にしているので、結構こうそういった不安要素の解消としてはこう役に立てることが多くあるかなと思います。結構街に入るっていうそのスタート地点でうちを利用してくれると、すごいスムーズにこう街に溶け込めるというか、溶け込み方を伝授いたします。平尾台に住んでいる西中茜と言います。もともと北九州市の出身で、平尾台が大好きでずっと通っていたんですけれども、結婚を機にここに移住してきました。そうですね、生村はすごく簡単に言うと平尾台にプチ移住体験ができるっていうところですね。平尾台はですね、標高、360メートルぐらいの、小高いところにあるんですけれども、集合住宅がないのでなかなかこう住むって言っても住む場所がないので、一軒家であるこの生村を借りてここで暮らすイメージですね。暮らすことができる場所ですね。そうですね、すごくこう田舎のイメージがあると思うんですけれども、車でスーパーまで10分で行けるのでそこまで不便ではなく、でも自然、雄大な自然の中に暮らせるって、とてもいいとこ取りした場所ですね。自分がこう感じるのは街とは全然違う、やっぱり自然をこうあらゆる方面から満喫してほしいっていうところですよね。ハイキングもそうなんですけれども、珍しい植物に出会っていただくとか、そうですね、非日常を味わっていただきたいなと思います。ずっと何年も移住先を探していて、最近北九州に寄った時に、なんかここ住みやすそうかもと思って、ちょっと目星をつけていて、で探してみたら上手さそうなプログラムがあったので応募しました。ゲストハウスに2週間住んでたら本当にいろんな人が出入りしてて、移住もすでにされた方と一緒におしゃべりできたり、一緒にいろんなとこ連れてってもらったり、本当に暮らすように試せたのが良かったです。お試し居住って言ったら移住しなきゃとかすごい重く考える人がいると思うんですけど、でも、試しに住んでみようっていう気軽な気持ちで来る方がいいかなって私は思いました。
します。